ムロ系、オト系、役所系、よーさ。どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。あー、なんかちょっとな、映像にちょっと味が欲しいんだよな。オトさ、もうなんつーかこう、もっと感情に響く？はい、解決。撮影した動画に一味スパイスを加えることで、誰でも簡単にシネマティック表現が可能な、プラグインサービス、デハンサーを紹介します。動画島にはお得な情報あります。デハンサーについて、海外開発ソフトで、フィルムエミュレーションと呼ばれる技術を使って、お持ちの映像や写真をシネマティックに仕上げようとするコンセプトから誕生した動画、写真の編集ソフトウェア用プラグインです。最大の特徴は、映像制作者、写真家が撮るデジタル媒体をアナログフィルムのようなノスタルジックな映像表現を体現するのにとても役立ちます。超簡単なので、初心者でもその効果を得ることができるすごいサービスです。写真編集ソフト、映像編集ソフト、メジャーの映像ソフトは一通り、オーラ。今回、この動画では、監督が編集ソフトとして使っているダヴィンチリゾルブで紹介していきたいと思います。プラグインのため、ダヴィンチ内のエフェクトの一つとして使うことができます。ちなみに、海外サービスで基本英語なんですが、最初のダウンロードの部分はちょっとコツがいりますが、それ以降は直感的に使うことができます。では、まずはですね、このデハンサー、監督の実写映画、ワンライフラインというですね、40分の中編映画 YouTube に公開してたんですが、その映像ですね、こちらデハンサーを使ってどんな感じなのか、まずは効果を見ていきたいと思います。そこいいねいいね、こっちにも使えるじゃん。うん、ここはあそこにする感じ。うんうんうん、そう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 、そこいいねいいね、こっちにも使えるじゃん。うん、ここはあそこにする感じ。うんうんうん、そう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 。いかがだったでしょうか。では簡単に手順について見ていきたいと思います。まずは1、公式ウェブサイトからデハンサープロを購入します。続きまして2、支払い方法はオンライン決済かクレジットカード。3番、購入完了後アカウント作成するとメールにライセンスキーが送られてきます。その中のダウンロード&ゲットフリートライアルというマニュアルが入っているので、案内に沿ってインストーラーを立ち上げてインストールしていきます。インストール後、ダヴィンチゼロムのカラーページにデハンサーのプラグインが入る仕様となっております。ちなみにこのまま使うと、このデハンサーのロゴが入るので、デハンサー購入時のメールアドレスとデハンサーのサイトのアカウント情報にあるアクティベーションキーというものを入力して完了となります。使用方法は簡単です。エフェクトからフィルムエミュレーションデハンサープロをドラッグしてクリップにエフェクトを適用するだけで簡単に使うことができます。改めて紹介します。このデハンサー使うことによって、とても簡単におしゃれでシネマティックな表現ができる点です。さらにグレインという粒子感、眩しさを表すハレーション、ブルーム、色味なんかを自分好み細かく調整することも可能となっております。はい。というわけで、紹介させていただきました。気になるですね、こちら、価格なんですけども、購入プランが何種類かあります。海外開発ソフトなので、基本的には英語ですね。支払いもドルでお支払いすることになります。3ヶ月プラン、6ヶ月プラン、1年プラン、そして買い切り。トライアル期間もありますので、興味がある方はぜひ見ていただければなと思っております。最後に、この商品のメリット、デメリットを紹介していきたいと思います。はい。まず一番大きい点、一瞬でシマティック表現ができるという点です。よくある安っぽいエフェクトとは違い、エフェクトを乗せるだけで映像の本格感が桁違いに上がります。自分で色をマウスで調整することもできますが、このデハンサープロ、映像のプロである企業が作っているプラグインなので、クオリティがめちゃめちゃ高いです。実際に映画などで使われている有名なフィルムで撮影したような簡単にエモい映像として映像表現ができます。使い方ですね、監督はダヴィンチディゾルブで使っているのですが、このダヴィンチ内でですね使えるプラグインなので、編集画面上でもう直接クリックして載せるだけ、めちゃくちゃ簡単、非常に便利です。落ちた。え？花火。あ。はい。あとはですね、現在全部英語仕様なので、入りづらさはありますが、デハンサープロでですね、検索しますと、ブログ記事も載っていますので、そちらを見ながらやると、特に難しいことはありませんでした。今後はアップデートがある予定だそうです。あとはですね、PC のそのスペックにもよりますが、フィルターをどんどん載せるので、パソコンに負荷がかかり、場合によってはカクつく時がありますので、こちらはご注意ください。監督の PC はですね、こちら、マシンスペックによりますので、この点に関してはお気をつけください。あとこのデハンサープロなんですけども、なんと iOS アプリ版もあります。こちらのお持ちの
iPhone、 気軽に撮ったものを iPhone アプリ上で、機能に関しては少し制限がありますが、だいたい8割9割は使えます。 iPhone 向けのアプリで操作することによって作れますので、 iPhone ユーザーの方にもとてもおすすめなものとなっております。あと最後ですね、こちらの情報なんですけども、このカントクラブですね、ディハンサープロですね、案件としていただいたんですけども、実際にですね、こちら割引コードというものをいただきましたので、もしこの動画を見ておっいいなと思った方はですね、プロモーションコード、こちらを入れて購入しますとお安くゲットすることができますので、ぜひ活用ください。実際に監督もですね、このディハンサープロ、この案件をもらうまではですね、全く知らないサービスだったんですけども、実際ちょっと使ってみて、動画効果として今後ですね、この監督ラボも含めていろいろなです動画にですね、ディハンサープロのシネマティック表現使っていくかと思いますので、ぜひ興味がある方はですね、覗いてみてはいかがでしょうか。監督ラボの監督でした。ではまた次の動画で会いましょう。さて、映像極めるぞ。